なっていうかなってきますが、宮本帰って今度ね、いい味が出てくるんじゃないかと思うんですけどね。史上58人目のセリーグ23人目ノーヒットノーランを達成したこの湯船です。ワンスリーから打って篠塚ショート4回の裏タイガースは3番のオバリーからです。梶川さん、はい、今日ヤクルトが太陽に苦戦ですが、太陽がこのところ上位チームいじめというんでしょうか、すごいですね。つなげたら勝てるというね、非常に確率高くなりました。そういう中でこの上位の4チームというのは嫌なチームですよね。最近好調というオマリ、今日はフォアボールとライト前のヒット、3打席目です。まあ、今日の宮本はね、ストレート、まあ、AB とすれば、はい、B に近いんですけどね。ただしカーブは、さあどうだ、左中間風に乗って伸びていく、フェンスに当たる、吉村クッションボールと耐えばる、オマリーはゆっくり二塁へ、ノーアウトランナー二塁。ここで打つだけじゃなしにね、こうやって優勝争ってる時というのは走塁もきっちりねやらないとチーム勝てませんよね。2打数2安打、そして2打席目のセンター前、これがタイムリーヒットになりました。得点圏にランナーがいた方が強いんです。また得点圏にランナーを置いて3打席目はその月をもう一度呼ぶことができるかどうか。セカンドランナー背番号1は終わり、非常によくやってますよ。それとパトレックの場合、今日月があるというよりもね、やはりバットが内側からインサイドから出てますからね、ヒットになる確率が非常に高いわけですよね。さちょっとバットが回った、三振、アンアウト二塁。5番のレフト八木、先ほどはカーブ見逃しの三振、2打席目ライトフライは大飛球でした。そういうものに頼ってましたけどね、4回ぐらいからスライダーを使ってこうかなり幅ができた。タイガースのバッターちょっと迷ってますね。同点だ、見よっ、ガーッと、もう一つ伸びず、